何でしょうか。近江と、下関国際の試合が終わりましたね。で、近江負けましたね。私の頭の上で、YouTube、私の見てる人で、チャンネル登録してる人なのか、たちなのか、私のね、数日前挙げた近江が優勝するかもってやつを、これが当たったらものすごいことになるぞってね、数人が思ってるのに、ね、レーダーみたいになってたら頭の上であったんですけど、近江負けた瞬間ね、消えたよ。でね、そうじゃないの。だからこういう見方をね、するチャンネル登録者で、そういう見方をする人がいるからね、なんか嫌なんだよね。そういう見方をするしてる人はスピリチュアルだから、元ね、スピリチュアルのコアファンだから。そういう見方をしてるのがダメ。そういう見方をしてるのがダメ。私のね、言ってることがね、よく伝わってないんだろうなと思って。動画の中で言ったように、スサノオだから悪いことしてるから一番になれないって言ったし、あと、スサノオの、今年はスサノオのターンの時だけど、8月の後半になるから、無理かもしれないって言ったとこもあったよね、ありましたよね。こういうところ、そういう、だけど、最終的に他のところを見て、近江ぐらいの霊的エネルギーがないからっていうことで優勝するかもって言ったところ。ね、こういう全体を見て言ったところの私の、意見が最終的にね、優勝することだってね、まとめて、そういうのをね、まとめて判断する、それがね、勉強的っていうかね、スピリチュアル的っていうかね、偽物霊能者的っていうかね、もう言ったのが完璧っていう、最終的にこう言ったでしょ、それが完璧でしょ、みたいなね。そういう判断の仕方が間違ってる。だから、そういう元の価値観がない人に向けて言った方がね、ナチュラルになんか受け入れてくれるのかなってね、楽でいいなと思った。で、まずね、その近江のことを早く言えっていうことで、これね、なんか言いにくいのかってね、近江が、とりあえず前の高松商業と戦った時の最後の方のね、試合のところからちょっと言わせてほしいんですけど、山田くんが途中でなんか、調子が悪くなった、体が痛くなったとかわかんないけど、他のピッチャーに変わった時に、近江にいたサポートのがね、いなくなったっていうかね、ものすごいメインのがいなくなって、代わりのね、とりあえず一旦はさーっといなくなったけど、選手全員にそれなりにはいたんだよ。それなりのが、それなりにいた。で、ピッチャーが変わって、新しいピッチャーの子にはいなかったんだけど、だんだん、メインとは言えないけど、それなりにいいのがね、新しいピッチャーの子にも入っていった。のがね、前の試合の最後の方ではそんな感じだった。これが、まあね、これが続いてってやつだと思うんですけど、今日の試合の初めの方からもね、その前回の終わりのみたいな続きだったね、初めから。で、サポート側があんまりやる気ない。あとね、土曜日になって分かったんだけど、やっぱね、このサポート側がね、ものすごい高い階層だと思うんですけど、あれは本当に綺麗なエネルギーだし、多分深海レベルとかのエネルギー放って、本当綺麗だから、高い階層ほどエネルギーが綺麗っていう、ですがね、あんまりね、濃くなかったんですよ。ただ、金曜日だったっけ、前の、木曜だったっけ、と比べても薄いんだよ。このね、なぜ薄いかというと、安倍総理の時に、の動画を上げた時に、銃撃された動画を上げた時に、日曜は神様がいないって私が言いましたけど、このね、神様が、月曜から金曜のね、金曜、土曜もかな、金曜の23時とかっていうか、土曜になってくるとまずね、減ってくるんですよね。月曜、でも金曜でも減るか。やっぱ月曜マックスでいっぱいいて、で、金曜あたりで減ってきて、で、土曜になるとね、さらに減って、土曜になるとね、
3割ぐらいしか残ってないぐらいの感じかな、エネルギーで言うと。2割ぐらいかな。で、日曜になるとほぼゼロっていうかね、0.5 とか、もっと少ないかな、0.3 とか、そのぐらい減っていくってやつで、やっぱね、この準決勝が土曜日だったっていうことで、神様がね、いない時だったから、サポートもやめたっていうのもあるかな。わかんない。そこはわかんない。でもね、いなかったんだよね。今までの時よりエネルギーが弱かったから。私が見出したのは、高松商業と戦う前の試合から、近江が。高松商業と戦う前の試合から、近江を見出したんですけど、その高松商業の前と高松商業と戦ってた時と比べると、サポートにエネルギーが超弱かった。あとね、やる気がなかった。この、なんでやる気がないかっていうとね、やっぱり山田くんが最終的にああいう前のね、高松商業と戦った時で、なんか調子が悪くなったからなのかな。そこまで出せなくなったっていうので、去ったのかな。でも残ってるのでやってましたけど、で、まあ、全体的に近江の選手を見て、選手にいるね、サポート側ではない黒い人類とかなのかなとかの、思ってることも見て、まあ、ダメっぽいなとか思ったけど、でも綺麗なエネルギーあるし、いけるのかなとかも、精神的余裕がある、精神的余裕っていう感じだったから、ね、綺麗、紫のエネルギーの方が。あ、余裕、でも、最終的にやって、ボロ負けになりましたね。負けましたね。で、試合自体を見ると、やっぱね、山口の選手がね、全体的に強い人が、基礎的に強かったね。基礎、強い、実力3人になりましたね、あれは。で、近江はポツポツっていうか、本当に強い人もいるけど、そうじゃない人も、そこまでじゃない選手もいるっていうことでね、特にね、山田くんとか他のちょっと名前忘れたんですけど、よくね、ヒットとかホームランとか打ってた人が、二塁とか三塁とかも行ってたところあったのかな。そのね、その次の打席でね、半笑いでアウトになるっていう人二人ぐらい見たけど、ああいう人ですよね、まあ、そういう人が山口側にはいなかったっていうことで勝ったのかなって、ね。で、あと見ることでね、山口ってあれじゃないですか。安倍元総理の出身地でね。山口県の側が、私側の方が喋ってくるに、安倍総理と山口県とは違う別だからっていう意味で、ここまで勝たしたって言ってたのもいますけど。でね、こっからなんですよ。ちょっと言いづらい。もう、今、幸ってこと即言うのか。なぜ私がね、急にね、甲子園とかね、興味なかったのに、高校野球興味持ったかって言って、なんかね、山田くん側とちょっと混ざってたみたいでね、なぜか知らないけど、私があの、霊的喋るのとかがちょっと混ざってたっぽくてね。で、この、準決勝の時でも混ざってて、はじめね、一回とか、あれ、なんて言うんでしょう。ワンラウンドじゃなくて、1,2,3,4,10回までありますよね。1,2回の頃は何もなくてただ見てただけなんですけど、2,3回目ぐらいのところでね、言うのやめろか。ここは言うのやめろか。私側のがね、私側にいたね、女がちょっと山田くんに行っちゃってね、山田くん憑依状態になってて。で、女にブチギレの例もいたので、ぶち切れの例も山田くんが味わうことになって、その女とね、ぶち切れなので、その女とぶち切れの例がちょっと濃くてね、もともといた山田くんの男の人生の例とかちょっと見にくくなってたら、サポートの紫はちゃんと見えてたんだけど、でもね、ぶち切れの例がいたのが3回から4回とか、あと5回ぐらいまでかな。だいたい3、4、5か、5はなかったかも。で、3、4から急に山田くん動きが良くなったでしょ。ね。解説の人も言ってましたけど。ブチ切れの例いたから。で、ブチ切れの、初めね、山田くんなんかやる気ない感じだったからね。
霊的に見てね、1回、2回のところ。で、私の側の霊がいて、ガチ切れしてるのが映ってるのか、ね、動き良くなってたしね。まあ、あの霊の、まあ、私側のサポートで、サポートっていうか、サポートではないけど、ガチ切れる状態の霊が映ることによって、まあ、やる気になったのかな。ちょっと言いづらいけどね。で、その例もね、5回、4回の終わりか5回ぐらいで私の方に戻ってきてね、戻ってくるとね、山田くんが、なんだっけ、野球してる感じが、憑依で映るから入ってる例が、憑依で映るか。で、私に戻ってくると、私もね、その憑依状態が映って、私がちょろっと前までその甲子園で野球してたような気分にもなった。もなったとかね。こういうね、この例ね、前はね、先月あたりは近畿キッズがね、ラブラブ愛してるって番、違うな、そっちじゃないの。なんかの生放送をやったんですよ。生放送をやってる時に、歌ってる時になんかないいなと思ってね、その例が堂本剛さんに入って、で、私にまた戻ってくるとかね、その時も、あ、どうも、つーさんの心ってこんなんだったんだよ。その霊だけじゃなくてね、霊も入ってる人の心も映るってやつで。で、どうも、つーさんはね、あんまりなんか、楽しんでないっていう感じで、やってたんだろうなってね。で、今回の山田くんのはちょっと言いづらいのかな。山田くんの心は、その甲子園とかいうよりも、他県に行った、なんか旅行に行ったような気分で楽しいってやつがメインになってた。とか。まあね、そういうなんか裏的なことをね、言ってみたってね、これを信じるかどうかってね。で、私の、まあね、霊視で言うとね、当たってないのも結構あるけど、それは当たってないと思うか、ちゃんと解説できてないと思うかってやつの。でね、私としては、このスサノオっていうね、ここ1年ぐらいちょっと、スサノオについて言ってるんですけど、なぜね、ここまでスサノオっていうことに言うかって、まず江原秀之さんの守護神がスサノオってやつで。で、江原秀之さんにちょっとね、良くないと思ってる霊がいっぱいいるから。で、江原博之さんの守護神がスサノオってやつは、ウブスナの神様が多分スサノオの神社だ、なんだろうなと思います。なので守護神なんだろうなってね。でね、私の逆に私の守護神なんですけど、これも、ね、今まで言ってなかったんですけど、一応ね、スサノオでなくもないんです。残念ながらですね。私の神様の方は、守護神の方は、スサノオから生まれたけど、アマテラス大神に育てられたっていう神様。なので、両方の面を持っている。んでね、私が本当人生苦しかった時があって、やっぱそれがね、今、後々振り返ってみると、江原秀之さんとかスピリチュアルにハマった頃からね、良くなかった。で、スサノオじゃん、それ。で、特にね、今年から良くなったんですけど、アマテラス大神の信仰するようになって良くなった。の面においてもね、やっぱスサノオちょっとね、スサノオに勝ちたいっていうのがあったね。スサノオ正しくないし。で、アマテラスの方が私、アマテラス寄りですしね。でもね、スサノオの方を認めるっていうかね、悪いものにしたくないっても、まあね、私の守護神とかね、そういう敵にも思うのはあって。で、今回ね、その大海が、の選手が負けたってことで、スサノオのね、エネルギーで負けるっていうのを初めて見て、今までなんか、ロシアがプーチンで、プーチンにスサノオいるって言いましたが、ああなってて、スサノオで江原さんもずっとワントップでしょ。一番江原さんぐらいのデビルのスピリチュアルリストとかいないじゃないですか。日本で今のところね。
まあ、スピリチュアルは間違いと言ってますが、私が。出原さんに勝てるものなんていないんだろうなと思って、出たんですけど、まあね、スタノオがいるっていうことで。でも今回の近江のああいうやつを、ああいう結果を見て、あれ、スサノオにも勝てることができるかもしれないっていうのを、まずね、初めて見たんですよね。リアルタイムというやつで。ちょっと自信が持てたって。でもね、あのスサノオでも、悪くも言ったんです。本当に霊的エネルギーが綺麗だったので。とっても高級ですからね。悪いことをするっていうのを、と、しない面もあ、いいこともする。なんか正義感で動くとかもあるから、スサノオの。全部、スサノオだから悪いっていうんじゃなくてね。そのスサノオがいる中で、どういう感じに人がなるかっていうやつによって、まあ変わってくるんじゃないかと。ね、オウミを悪く言ったのじゃなくて、ほんと綺麗な、あんな高い階層のエネルギーなんだから、すごいなと思います。で、さらに言うとね、その初めに、準決勝で初めにやったどこだったっけ、宮城県のなんとかね、育英高校だったっけと、福島県のなんかのね、キリスト系の学校だったっけの試合も見たんですけど、これはまあ霊的エネルギーがどっちも超苦しかった。もう、地獄、霊的エネルギーが、ね、超苦しかった。やっぱキリストはキリストで超染まってるキリスト教のやつになってたし、苦しいしね、苦しいっていうかね、階層がね、あと永遠にキリストの考えから逃れられないみたいな、ね、キリストはあんま良くないので。あとね、育英高校の方は何なんだろう、何かよくわからないんですけど、多分ああいうのは神教神社みたいな神社、稲荷霊系と、本当のね、日本の高い神様ではなくて、どちらかというと稲荷霊系なんじゃないかなって。と、なんかね、黒い、白と灰色と黒が混ざったようなね、とっても苦しい。このね、苦しいのどこで見たかって、乃木神社とかね、あの苦しいのつけてるの多いから、乃木神社に行くと。乃木神社の、だいたい鳥居のあたりにね、そういう霊的エネルギーつけてる人、つけてる霊がいっぱいある。怒りながらね、なんか不満に思いながらなんか苦しいみたいな、浄化しないぞみたいな、苦しいみたいな、怖いエネルギー。で、終わりました。で、最終ね、